ソニー小金が永遠また鳴り下がる。小原翔介さん、あ、なんで師匠つぶした？朝ね、朝酒、朝湯が大好きで、それで師匠つぶした。あ、もっとだ、もっとだ。いや、東山から日にちの頼り、ゆかざなる前へまた顔見せに、顔見せ。